特別区2002年の問題です。明石市はほぼ東経135度、北緯35度に位置している。今北極と南極の上空を通る軌道を1周6時間で飛行する人工衛星が明石市の上空を通過した。3時間後のこの人工衛星の位置として最も妥当なのはどれか。ただし地球の自転周期は24時間とし、地球の公転は考えないものとするという問題です。明石市がほぼ東経135度、北緯35度に位置しているということなんですが、東経135度、北緯35度の意味は分かりますでしょうか。地球の中心から赤道に向かって線を引っ張ってどっかを基準とするわけです。要はこれグリニッジ天文台ですね。経度0度ってことになるわけなんですが、ここから東側に135度、逆側はこれ西側、西経ということになりますけども、今は東側、東経135度、この半径をぐっと135度、ぐっと135度を回してあげて、さらに北緯35度でありますので、この半径を北側に35度傾ける、上に35度傾けたこの点が明石市ということになります。北緯35度はこれ上に傾ける、下に傾けたならば南緯ということになりますよね。はい、今明石市こちらこの点ということになるわけなんですが、人工衛星も今ここにいるわけなんです。その人工衛星は北極と南極の上空を通る軌道を1周6時間で飛行する人工衛星とありますので、今ここにありますけれども、北極南極を通る軌道でありますので、ここでいいんですね。ここをですね、6時間で1周する人工衛星ということなんですが、これどっち回りなのかが書いてないんですよね。こっちに回るのか逆こっちに回るのかがよくわからないわけなんですが、ともかく6時間で1周する人工衛星でありまして、今話題はですね3時間後の人工衛星の位置でありますので、3時間後はと考えれば時間半分なので週の数も半分で半周、3時間で半周ということになるわけなんです。はい、3時間で人工衛星は半周するということなんですが、この問題地球の自転も考えなければいけません。地球の自転に関しては自転周期24時間とありまして、当然ですけども24時間で1回転、自転が24時間で1回転、24時間で360度になりますので、1時間あたりを計算すればこれ24時間で割ればいいんですね。1時間あたりの計算360÷24で15度ということになります。はい、時点は1時間で15度なわけですが、今話題は3時間後でありますので、3時間を計算しておくと3時間では3倍、角度3倍で45度ということになるわけなんです。はい、時点に関しては3時間では45度を回転するということなんですが、時点の向きがですね、こちらの向きというのは分かりますでしょうか。これ知らないと解けないですよね。自転の向きは北極の真上から見た時の反時計回り、これが地球の自転の向きでありますので、3時間後はこの半径が、この棒がですね45度を回ると考えればいいですね。この半径が、この棒が45度を回って、この辺りにしましょうか。この辺りに来たと考えてみたいと思います。はい、45度、この半径が傾いて回転してここに来たと考えたいと思います。はい、今0度のこのポイントがここに来たわけなんですよね。となれば先ほどのこの点は今度0度ここでありますので、45度、ここ45度回転したわけですから、135-45、これが45度でありますので、135-45度で残り90度ということになりますよね。はい、強調しておくと、今ここに半径が、この半径がここに来ていまして、残りの角度はこれ90度ということになります。となればですね、先ほどのこの位置というのは今度は東経90度、北緯35度という言い方になるわけなんです。もちろん自転しているから明石市そのものが地球の自転によって移動してしまいますけれども、仮にですね人工衛星がここに留まっていたならば、人工衛星です、人工衛星がここに留まっていたならば、その人工衛星は東経90度、北緯35度の位置だということになるわけなんです。しかしですね、人工衛星留まっていませんでした。人工衛星は3時間後半周になりますので、
全然ここに留まってないわけなんですね。そしてこれどっち回りかよくわからなかったわけなんですけども、いいんですよね。どっち回りでもいいんですよね。3時間で半周でありますので、結局ぐるっと半周、裏側反対側に来ているということになるわけなんですね。ぐるっと半周で反対側一周したら戻りますので、半周で真裏に来ているということになりますので、この線を延長したこの辺りということになるわけです。ちょっとここまで整理してみたいと思います。ということで、必要なところだけ残せばこういうことになります。経度0度のところ、グリニッジ点問題、このラインで、先ほどは東経90度、北緯35度のこの点を確認したわけですが、結局人工衛星は3時間で半周裏側に来ていますので、ここに来ているわけなんです。となればですね、経度0度ラインから東経じゃありませんね、反対側は西の方に90度ということになりますので、今度はこれ西経ですね、西経へ90度、この位置西経へ90度で、さらに南緯35度ということになります。先ほど北緯35度、この角度35度でありましたが、今度はこっちですよね。これは対頂角と言いますけども、下側にこれ35度の傾きになりますので、35度下に傾くのは南緯でありますので、西経へ90度、南緯35度がこの3時間後の人工衛星の位置ということになりますので、一番正解でした。